皆さんこんにちは。配信直前、スポーツ応援実況メディアプレイバイプレイライブでマイナビネクストヒロインゴルフツアー2023をみんなで観戦しようが始まりました。本日の進行を務めさせていただきます。ゴルフはスクールを卒業してコースデビューしたばかりです、神田玲美と申します。どうぞよろしくお願いします。さあ、この番組は株式会社 DNA から配信されているアプリ、スポーツ応援実況メディアプレイバイプレイライブにてマイナビネクストヒロインゴルフツアー2023の配信がスタートされるということで、プレイバイプレイライブで観戦する楽しさや魅力を伝える番組となっています。プレイバイプレイライブって何だろうと思っていらっしゃる視聴者の方もいらっしゃると思うんですが、まずは本日ご出演いただいております方のご紹介をさせていただきます。最初はネクストヒロイン OG の江口さよさんです。江口さよです、よろしくお願いいたします。このプレイバイプレイライブではゴルフだけではなくスポーツ全体を盛り上げる素敵なアプリだと聞いていますので、一緒になってこの番組を盛り上げたいなと思っております。よろしくお願いします。江口さん、どうぞよろしくお願いします。続いて、どうしても私たち2人だけではアプリの素晴らしさを伝えきれないと思いまして、助っ人にお越しいただきました。株式会社 DNA プレイバイプレイライブプロデューサーの中谷健さんです。よろしくお願いします。はい、 DNA 中谷です。今日の、番組でですね、ぜひ、ネクストヒロインファンの方々にプレイバイプレイライブの楽しさをお伝えできればと思ってますので、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで今日はこの3人でお送りしていくわけですけれども、この配信はネクストヒロインゴルフツアー2023の配信記念番組ということで、ネクストヒロインゴルフツアーの魅力教えていただけますか。はい、ネクストヒロインゴルフツアーは将来有望な若手女子ゴルファーに賞金のかかった真剣勝負の機会を提供することにより大きく羽ばたいてもらいたいという思いがこもっておりまして、5年目を迎える2023年は年間15試合以上の開催を予定しており、2日間競技や賞金の倍増など将来有望な選手たちの活動をサポートできる環境をさらに充実させていくといったツアーになっています。はい、ご紹介ありがとうございます。江口さんはそのネクストヒロインの OG ということで、何年に出場されていました？そうですね、2019年と2020年度出演させていただいて、その時の思い出など。はい、2019年に、2位になりました。はい、優勝までなんか1位タイになったんですけど、全然伸ばされず2位になっちゃいました。そうだったんですね。そのネクストヒロインの経験ってこうどのように今生きてますか？そうですね、やっぱりその競技でテレビに出るとかはなかなかできないので、そういう状況を作っていただけるっていうのも本当にいい経験ですし、すごいテレビの番組なども強くなれる自信になります。非常に貴重な場だと思うんですけれども、どうでしょう、今年のネクストヒロインたちに期待することなどはありますか？そうですね、ネクストヒロインからもプロゴルファーの人も出てますし、これからどんどん若い選手がたくさんいるので、まだまだプロゴルファーになっていく人が増えるんじゃないかなと思っております。ということで、そんなネクストヒロインツアー2023ですが、冒頭でもお伝えした通り DNA さんから配信されています。プレイバイプレイライブにて配信されるということで、まずはプレイバイプレイライブとはどんなアプリなのか、ご覧になられている方もきっと気になっていると思いますので、アプリの紹介をしていきたいと思います。プレイバイプレイライブとはスポーツの試合中継を誰でも自分のチャンネルで配信することができるスポーツ中継アプリです。今回マイナビネクストヒロインゴルフツアー2023がスタートされるということで、このプレイバイプレイライブにて毎月1試合中継されるということなんです。このアプリの特徴としては、1つ目、プロアマ問わず様々な試合を観戦応援ができる、2つ目、自分が好きなチームや選手を好きなように応援実況でき、また同じ趣向のリスナーと観戦ができる、3つ目、予想機能で試合展開を視聴者と予想しながら盛り上げることができる、そして4つ目、友達、対戦相手など複数人で同じチャンネルで実況応援するコラボ機能があるということになっています。ということで、ざっとご紹介しましたけれども、江口さん、何か気になる機能はありますか？はい、1のプロアマ問わずというのはどんなスポーツの試合が配信されるんですか？気になりますよね。ではこちら中谷さん、ご説明お願いします。はい、僕たち皆さんがよく目にする野球ですとかサッカー、メジャースポーツっていうのも当然やりたいんですけども、僕たちがやろうとしているのは
まあ、テレビだったりあともう YouTube でもなかなか中継されないような、スポーツのプロの方ですとか、あとは大学、高校、もしくは中学、小学校の大会、そういったアマチュア大会をどんどん配信していきたいなというふうに思ってます。あとはですね、実際に試合の映像にちゃんとスコアだったりとか、選手の情報を表示することによって、視聴者の方がですね、よりそのスポーツ試合に集中できるような、そういった機能もですね織り込みたいと思っております。なるほど。たとえ知らない選手でもそういった情報があるかないかで一緒に見ていて応援していてこう思い入れができたりしますよね。はい。あの江口さんは選手として実況される側でもあると思うんですけれども、どうでしょう、ゴルフ中継を見ていて思うことなど何かありますか？そうですね、ゴルフ実況の番組は、なんか静かに、何々選手今から打ちますみたいな静かな感じなんですけど、野球ってもうイエーイみたいな、もう実況する方もすごいルンルンで言ってるので、そういう感じもあるのもいいんじゃないかなとは思います。いいですよね。そんな実況の幅を広げられるプレイバイプレイライブですが、先ほどの3の予想機能と4のコラボ機能の説明をしつつ、本日は実際に私神田とあと江口さんとでプレイバイプレイライブを体験してみようと思います。さあ、ということで今回は昨年のネクストヒロインツアー最終日第15ホール456ヤードパー5の模様を応援実況していきたいと思います。この選手とかも4アンダーまで行ってるから、伸ばしたいだけど落としたくないっていう心境だけど、すごい緊張してると思います。なるほど、はい、そっか、これ大きい声でないしょーとか言っていいんですよね。そうなんかシーンって見ちゃいますね。確かに。ナイスショー、ナイスショー、あ、そうだそうだ、言ってもいい。そうだそうだ。お、なんかみんな左ですね。はい、大丈夫なんですかね、ピンが左なんですかね。お、1位、あ、飛ぶから、でも14番もバーディーって言ってるので、波には乗ってると思います。そうですよね、はい、ノーボギーか、じゃあ、おお、ナイスショー、ナイスショー、確かに行っちゃいますね。みんな結構コースどうなんですかね、あんま切りならなかったら全然あっちでも大丈夫ですもんね。右からは良くないんですかね。ですね、皆さん左から行って、これもかな、これも左ですかね。でもみんながナイスショーっていうんで左でも全然はい、今回サービスで予想機能というのがありまして、1打目打ってこれから何人がバーディー取れるのか、ちょっと今のシチュエーションだったらどうなるかなっていうのをぜひ予想してもらいたいんです。ちょっとじゃあ予想にあたってその今の状況というのを整理したくて、江口さんどんな総括すると1打目でした？そうです、もうみんな完璧で、でもなんかあの1個の木が気になったんですけど、みんな左で同じのところに置いてたんで、みんながじゃあチャンスなんじゃないかって思う。じゃあ神田さん、はい、予想は何人がバーディーを取るでしょう？予想は1人です。1人、はい、そうですね、なんかこの話をすると4人ってすごく言いたくなるんですけど、でもやっぱり15番ですし、あかりさん4ホールなんで緊張もしてるだろうし、パターンも打てなくなったりもちろんすると思うんで、2人で、2人、はい、じゃ神田さんは1人バーディー上で、江口さんは2人。さあ、ということで予想が出ましたけれども、この予想機能なんですが、実際に正解した方にプレゼントなどを付与することが可能だということで、今回も江口さんまたは私が正解した場合にはプレゼントが用意されております。そのプレゼントがこちらです。お食事券3万円分、すごい、大きいですね、大きいですね。何行きます？そうですね、焼肉です。焼肉行きましょう、はい、たくさん食べましょう。楽しみですけれども、はい、頑張りましょう、はい、見ていきましょうか、はい、お、来ましたよ。いや、近いですね。え、近い、
確かに短い。おお、やばい。はい、おお、めっちゃ興奮しますね。びっくりした。入ればよかったのに。まずもう一人目ですよ。そうです。もうこれじゃ入るなって思っちゃいますよね。バーディー伸ばし合いだと。いや、見ていて気持ちいいですね。気持ちいいですね。お肉、お肉、お肉。二人目なんで、私はまだ大丈夫です。応援しますけど。これ4人ありえますね。いやでもすごい簡単なパットじゃないですよ、これ。でも。そうですよね、簡単に見えるけど、はい、こんだけ皆さん上手だから。あ、二人目。あ、ナイスバーディー。これは、入るなって。実は言いにくいですよね。でもお肉がかかってるから、お肉バイバイの瞬間が近づいてるかもしれない。そうですね。いろんな意味でドキドキしますね。そうですね。いやー、これは緊張するな。あ、ドキドキ。おお、あ、もうお肉離れてますね。お肉バイバイですが。バイバイですね。うん、こうなったら応援しましょう。皆さん全員。いや、すがすがしいですね。いやー、気持ちいいですね。うん、同じ組で4人バージョン、私まだ経験ないですけどね。あ、本当ですか。はい、かなりレアという。レア。でも、うん、まあ上位の選手が集まってるから。これコン選手どんな気持ちですかね。もう絶対入れたいって思ってると思います。そうですよね。もう本当に心配になりますね。でここで時間をかけすぎても良くないかな。自分のルーティンをいつも通りしたいとは思ってると思います。あ、ドキドキする。あ、そっか、これ入れれば2位になるんだ。おー、すごくやばいですか。一人と二人って言いました。ごめんなさい。すいません。さあ、ということで実際に実況してみましたけれども、予想結果の方がなんと4人中4名ということになりました。すごい、まさかの。4人はなかなかないって言ったら自分が恥ずかしいです。はい、まず自分が取ってないってことなんで。どうでした、こう普通にゴルフ中継を見るのと実際予想も自分でちょっとしながら見るのちょっと違いますね。うん、全然違いますよね。全然違いますね。その番組とかもやっぱり最終日とかって最終組で回ってる人しか映さなかったりするので、本当伸ばし合いのところしか見えないんだけど、そういう間の人とかも見れたりとか、本当にこう自分で投票できる自分のファンの人のことを応援できるっていう素晴らしい企画なので、すごいいいと思います。しかもこれ予想してコメントの機能もあるんですよね。そうなんです、うん、これは今日はちょっとデモでやってもらったんですけども、本来は一緒に見ている、視聴者の方が多分予想問題も参加することができるので、実際にリスナー の見ている方々も、実際の本番では予想機能参加することができる。はい、ということでエンディングのお時間となりました。ここまでプレイバイプレイライブやネクストヒロインツアーについてご紹介してきましたが、江口さんいかがでしたか。はい、この新しい機能について本当にファンの方がもうより一層なんか熱が入って、もっともっと応援したい気持ちが増えると思いますし、本当にこうやって生中継でも見れるって、自分もこのコメントできるっていうのはすごいいい機能だなと思って、すごいまた新しいゴルフのファンの方も増えるんじゃないかなと思います。そうですよね、はい、そして中谷さんいかがでしたか。はい、ぜひですねこのプレイバイプレイライブでですね、今回ネクストヒロインの新しいそのゴルフ中継を体験していただきながらですね、出場選手をぜひ応援してもらいたいと思ってます。はい、このスポーツ応援実況メディアプレイバイプレイライブにてマイナビネクストヒロインゴルフツアー2023が4月から観戦することができます。開発中の実証実験のため現段階では皆さんが応援実況することができないのですが、ネクストヒロインシーズン中にはアプリはアップデートされていきます。ぜひ新しいゴルフ中継をお楽しみください。さあ、ということでいろいろとご紹介してきましたけれども、江口さん、中谷さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。